線形機関シフトレジスタ。線形機関シフトレジスタ。線形機関シフトレジスタは入力ビットが直前の状態の線形写像になっているシフトレジスタである。地域が単一のビットとなる線形写像は XA および XA の否定だけである。したがって線形機関シフトレジスタとは その値を構成するビット列の一部の排他的論理はを入力ビットとするシフレジスタである。LFSR の初期値をシードと呼ぶ。レジスタの動作は決定的であるため、レジスタが生成する値の列はその状態によって完全に決定される。同様に、レジスタの取り得る状態は有限個であるため、最終的に周期的動作になる。しかし、期間関数をうまく設定した。 LFSR は乱数のようなビット列を生成し、その周期も非常に長い。LFSR の用途としては、疑似乱数生成、疑似ノイズ生成、高速デジタルカウンター、白色化などがある。LFSR にはハードウェアによる実装も、ソフトウェアによる実装もある。LFSR で次の入力ビットに影響を与えるビットをタップと呼び、 それらの位置を列挙したものをタップシーケンスと呼ぶ。図ではタップシーケンスが16、14、13、11、0である。タップは順次 X はされ、その結果が左端にフィードバックされる。LFSR の生成するビット列は二進数やグレーコードとみなすことができる。LFSR のタップシーケンスは2を法とする多項式で表せる。つまり、 多項式の各項の係数は1カレーである。これを基幹多項式あるいは特性多項式と呼ぶ。例えば図のようにタップが16番目、14番目、13番目、11番目にあるとき、基幹多項式は次のようになる。最後に1があるが、これはタップとは対応していない。これは最初のビットへの入力に対応している。つまり X であり。 一と等価である。各項のべき上部分はタップ位置を表していて、左端から何番目かに対応している。左端は常に入力、右端は常にタップとして連結する。LFSR は基幹多項式がタップシーケンスは原始多項式であるならば、最長 LFSR となる。よって次の性質を持つ。最大。 LFSR を構築することができる原子多項式のリストを下の表と参考文献に示す。LFSR の長さによっては最長となる複数の多項式が存在する。この場合、最長となるタップシーケンスが一つ見つかると、他は自動的に得られる。N ビットの LFSR でタップシーケンス N、A、B、C、0が見つかったとき、 例はフォーミュラ3に対応。もう一つのタップシーケンスは N、NC、NB、NA、例である。例えば32、3、2、例に対応するのは32、30、29、例である。どちらも最長である。C、C のコーディング例を一家に示す。このコードでは左端ビットが一番目の位置である。 フランス人数学者エバリスト・ガロアの名を冠したガロア LFSR は通常の LFSR と同じビット列を生成できる別の構成である。ガロア LFSR ではタップでないビットはクロックごとに次のフリップロップにシフトされる普通の LFSR と同じ。タップの場合新たな出力と前のビットの値を X アしたものを格納する。 通常の LFSR と同じ出力シーケンスを L にはビット順序を逆にする図参照。そうしないとシーケンスが逆転する。なお LFSR の内部状態は同じである必要はない。図に示したガロア l f s r は上の図で示したフィボナッチ LFSR と同じ出力となる。以下は32ビットの最長をガロア l f s r を C 言語および C で実装したものである、アンサインド INT は32ビットと仮定。次のコードは図にある16ビットの例である。LFSR はハードウェアでも実装できるため、高速な疑似乱数生成が必要な場面で、便利である直接シーケンススペクトラム拡散無線通信など。レーダーは LFSR を使って送信波と受信波の時間差を測定し、 反射体までの距離を判定するものがある。グローバルポジショニングシステムは LFSR を使って高精度な相対時間をフセット示すシーケンスを高速に転送する。ファミリーコンピュータはサウンドシステムの一部として LFSR を装備している。コンピュータのインデックスやフレーム CG 値は機械家読である必要がある。そこで順に増えていく日進数でなくても良い場合。 LFSR の周期的シーケンスを分周期やカウンターとして使うことが切る。LFSR カウンターは通常の二芯カウンターやグレーコードカウンターよりもフィードバック論理回路が単純でより高速に動作させることができる。ただし、LFSR 全体が例にならないよう保証する必要があり、例えば初期状態のプリセットが必要である。上の表は LFSR の最長周期が記してある。必要な周期よりも長い周期の LFSR に状態をスキップする論理回路を付加することで任意の周期のカウンターを得ることができる。LFSR は特に軍事用途でストリーム暗号の疑似乱数生成器として使われてきた。これは機械式でも電子回路でも構成が簡単で周期が長く分布が一様なためである。しかし、 LFSR は線形システムであるため暗号解読は比較的容易である。平文と対応する暗号文が分かっているとき、システムの使用する LFSR の出力を再現でき、バールコンプマッセイポーを使って最小サイズの LFSR を構築でき、容易に暗号文を複合できるようになる。LFSR に基づく暗号におけるこのような 問題への対策として一般に以下の3つの手法がある。LFSR に基づくストリーム暗号としては GSM 携帯電話で使っている英語1や英語2、Bluetooth で使っている E 例などがある。英語2はすでに破られており、英語1と E 例も非常に弱いと言われている。LTE の暗号アルゴリズムウェアに ウィア2で使用されているストリーム暗号も LFSR を利用している。0や1が連続するとシンボルの区切りが分からなくなる危険性があるため線形機関シフトレジスタを使ってビットストリームを無作為化することが多い。この無作為化は受信側で復調後に除去される。LFSR と転送シンボルストリームが同じレートで動作する場合、この技法を スクランブリングと呼ぶ。LFSR の方が、シンボルストリームよりずっと高速に動作し、信号送信時の帯域幅を拡張させる場合、これを直接、シーケンススペクトラム拡散と呼ぶ。LFSR によるスクランブリングは暗号化ではなく、解読には一般的な暗号において必要な困難は全くない。LFSR を使っているデジタル放送システム。 その他の LFSR を使っているデジタル通信システム。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。